そして、まあ、僕も驚いたんですけど、こうリエさんの韓国ファンサイトで、まあ、こういうのを見たんですよ。楽楽。皆さんこんばんは、ティライです。今日は最近歌心リエさんとこうトロットホイズジェペンのこう知らせを持ってきました。韓国の歌心リエさんのこうファンサイトで、まあ、僕が驚いた知らせもあったので、まあ、それも話してみようと思います。でも本当こうみんなこう韓国でもそうだし、こう日本でも活動を多くしてるんですよね。こう代表的にはこう日本でもこうコンサートがあるらしいんですけど、こう11月3日こう東京でするらしいです。でもこう全部出るのではなくて、まあ、出演する方がマコトさん、アイコさん、ミライさん、こう夏子さんとミユさんがこう出るらしいんですよ。こう歌心リエさんはこう10月9日にソロコンサートがあるらしいんですね。ティケットの予約が9月8日日曜日までだから、できなかった方は空を飛ぶ小豚やこのチャンネルで一緒に見ましょう。ここでティケットのくじ引きもするらしいから、多分ライブも見れると思います。写真を見たらわかると思うんですけど、こうリエさん以外の2人もいるんじゃないですか。こう知らない方のため、まあ、ちょっと説明をすると、こうリエさんはこうセテンバルっていうグループでこう活動した時があるんですよ。こう2004年に作られたグループなんですけど、まあ、2012年にこう解散しましたね。まあ、でもこう最近リエさんの人気が多くなったんじゃないですか。まあ、これをきっかけでこう2024年になってこうセテンボのグループで再活動するんですよ。なんかこう人間的にも、まあ、リエさんは、まあ、すごく素敵な方だなって、まあ、個人的にそう思ったきっかけになったかな。まあ、僕もこう詳しい事情はこう知らないんですけど、まあ、今の状態でこうソロ活動してもいいし、こうトロコジュジェペンの方たちとこう一緒に活動してもいいと思うんですけど、まあ、こうやってこう解散したメンバーとまた一緒に活動するのが、まあ、歌も心もこう綺麗だなってそう思いました。まあ、本当こうアルバムがいっぱい売れてほしいですね。まあ、こう前の動画でこう9月に歌心リエさんのアルバムが出るって、まあ、そう言ったんじゃないですか。こうグループの名前がセテンバーだし、まあ、9月18日、まあ、この時発売するらしいです。こうアルバムのリストにはこう峠岸のソネットもこうあるんですよ。まあ、僕のチャンネルでもこの峠岸のソネットが、まあ、本当やばかったっていう、まあ、そういうコメントも多くもらったから、まあ、喜ぶ方も多いと思いますね。まあ、そしてこう一番のリストにはこう冬のソナタがこう一番にあるし、こう日韓カオ戦でもこう一番に歌った曲なんですよね。やっぱ日本で昔ヨン様がすごく人気だったって、まあ、そう聞いたんですけど、まあ、リエさんもこのドラマが好きだったのかな。こう冬のソネットの韓国反応を見ると、韓国バージョンよりこう日本バージョンがもっといいと思うくらい、もうめっちゃ上手です。こうすごく感動でき、こう日本語がまあこんなに美しく聞こえるのは初めて、まあ、この曲をこう1日20回以上こう聞いてます。こう一番最初に歌った曲みたいですが、まあ、声が本当すごくいいですね。まあ、この方こそ1位にふさわしい、もう本当にレベチだ。こう1話からこう顔が決まった。まあ、あの時こういう反応が多かったから、こうエボムも多く売れたら嬉しいですね。あ、そしてまあ僕も驚いたんですけど、こうリエさんの韓国ファンサイトでこういうのを見たんですよ。何かというと、リエさんが NHK のコアックで出演できるように、韓国でファンたちが活動してるんですね。ここにコアックに出演する歌手の基準が書いてるんですけど、3つがあるらしいです。予約すると、今年の活躍と、みんな応援するのが必要だし、エボムの売れる、それ。販売量、プログラムの企画と演出が必要らしいですね。もっと詳しく長く書いてるんですけど、日本語でも書いてるし、
こう韓国でもちゃんとこう書いてるんですよ。もうすごくない？こう韓国にいるファンの方たちなのに、こう紅白に出るように頑張ってるのが、うん、僕個人的にはすごくびっくりしました。こう日本でも紅白でこうリエさんを見たいっていうコメントもあったから、本当歌心リエさんを紅白で見れるとめっちゃ嬉しいですね。こう紅白では本当いろんな方が視聴するから、もう日本でリエさんの人気がもっと広がるきっかけになると思うんですよ。こう前紅白で、まあ、僕がこう夜遊びにハマったように、こうまだ知らない方がこうリエさんを見たら、みんなハマると思います。何年前だったかな、僕も夜遊びのこう夜にかけるに紅白でめっちゃ見てハマったんですよ。こう動画もあるんですけど、あ、そういえばこう夜遊びの韓国のコンサートをされて、こう皆さんが教えてくれたんじゃないですか。チケットは買えなかった。まあ話戻って、こう先週トップテンショーではこうリエさんがスペシャルゲストでこう1曲を歌ったんですけど、まあ、今回の中6回ではこうリエさんとリンさんが、まあ、星から来たあなたのこうマイデスティニーを、まあ、一緒に歌うらしいから、まあ、これも個人的にすごく楽しみですね。まあ、でもこう最近動画の編集が遅くなってるから、 この動画が上がる頃にはもう終わったかもしれないんですけど、まあ僕もこう最近いい知らせがあるんですよ。こう韓国ですごく有名な美容室があるんですけど、そこのモデルに応募した結果を僕ができて、まあ、そこに行くことになったんですよ。こう韓国で一番有名な美容室に行くと、まあ、どうなるのか、このスタイルが多分変わると思うんですけど、それも楽しみにしてくださいね。もう本当こうヘアスタイルが変わることで、まあ、整形したみたいに人が変わるみたいな、まあ、そういうところなので、これも楽しみにしてくれると嬉しいです。まあ今日はここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。楽々。